こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では年末年始に行いたい3つのことというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。こちらの動画を撮っているのは12月の後半なんですが、これぐらいの時期になるとですね、年末のお休みが近づいてくるかなと思っています。この時期というのにもですね、やることはたくさんあるんですが、このまとまった休みだからこそできることっていうのがですね、ファッションのジャンルでもあるので、そのポイントについて皆さんと一緒に今日はシェアをしていきたいなというふうに思っています。僕の場合はですね、今年は12月の29日ぐらいから休もうかなと思ってるんですが、なかなかですね、このような長期な休みって僕もないんですね。ですので、この期間だからこそ今回ご紹介する3つをですね、集中的に行うことで、結構ですね、来年のファッションのあり方みたいなものが大きく変わるかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。それでは早速1つ目から解説をしていきたいなと思うんですが、まず1つ目はお洋服のメンテナンスをするという項目になります。これはですね、めちゃくちゃ重要なんですよね。服のお手入れというものが大切だということは、皆さんもですね、頭の片隅にはあるかなと思うんですね。それは僕自身も同じなんですけども、なかなかですね、日々忙しくしてると服の手入れって時間を設けることができないんですが、年末だからこそですね、こういったまとまった時間を使いながら洋服の手入れをしていただきたいなというふうに思っています。具体的にはコートですとかジャケットですとか、あとはスーツですね、このような重量に関してはブラシをしっかりとかけることが大切かなというふうに思っています。ブラシをかけてあげることで汚れだとかホコリを落としてあげることもできますし、毛並みを整えることもできるので、こういったブラッシングというのは毎日やることが基本的に大切なんですが、どうしても忘れがちなんですよね。ですので年末こそですね、しっかりとブラッシングをしてあげることは大切なのかなというふうに思っています。あとはニットだとかスウェットを着る方に関しては毛玉ができていたりするんですよね。そういう場合はこちらにあるような毛玉取り、こちらの動画でもですね、何度かご紹介しているので、持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、これがあれば一網打尽ですっきりと毛玉が取れてしまうので、これまたですね、結構気持ちいいです。実際にこれを使うとシャカシャカとですね、綺麗に毛玉が取れていくので、すごくストレス解消にもなるので、ぜひ皆さんですね、ニットだとかスウェットのお手入れにこういったものを使いながら行っていただきたいなというふうに思っています。あとはですね、靴に関しては僕はですね、スニーカーを履くことが多いんですが、白系のレザースニーカーだとか、あとはブラック系のスニーカーに関してもソールが白いものに関してはやっぱり汚れが目立つので、しっかりとケアすることが大切かなというふうに思っています。基本的には僕は面倒くさがり屋なので、あまり手の込んだお手入れをすることはないんですね。僕が以前からご紹介しているこういったメラミンスポンジがあれば十分にお手入れができてしまうんですね。こちらに水を含んで表面の汚れをですね、こすってあげれば、それだけでもかなり綺麗になります。特にこの白ソールに関してはこれ一つだけでもかなり綺麗なので、ぜひ皆さんにはですね、こういったお手入れをしていただきたいなというふうに思っています。そして全体の汚れが落ちた後は、僕はですね、モーブレというブランドのデリケートクリームというものを使ってるんですが、こういったものを使ってちょっとしっとりとですね、栄養分を与えてあげるのがすごくいいかなと思っています。僕自身これはめちゃくちゃ愛用していまして、たまにスニーカーにも使ってあげますし、もちろん普通のレザーの靴にも使うことがあります。それだけではなくて、いろんな革小物にも使えるんですね。お財布であったり、レザーのバッグであったり、あとはベルトですね、そういったものにもですね、栄養分を与えることができるので、ぜひこちらはですね、皆さんお使いいただきながら年末年始のケアというところに力を注いでいただければなと思っています。そして最後にですね、革製品のお手入れの仕上げといったら何なんですけども、こういった防水スプレーをかけてあげるとちょっと汚れがつきにくかったりするので、皆さんもですね、この一連の流れというところをお試しいただければなというふうに思っています。続いて2点目の項目なんですが、これはですね、クローゼット整理をするということなんですね。この年末年始というのはまさにですね、断捨離をする最高のタイミングだと思うんですね。このまとまった時間にですね、皆さん大掃除することも多いかなと思うんですが、それと同時にですね、ぜひですね、クローゼットの中を開けて1年の服を振り返りながらですね、どんどん断捨離をしていただきたいなと思うんですね。僕自身もこれから実際に行うつもりなんですが、僕の場合まずはクローゼットを開けて、その中で1年間ほとんど着なかった服というのをですね、ある程度まとめていくんですね。そうすると大体ですね、クローゼット全体の中の2割ぐらいはそういった服があるんですね。そういったものをまとめたら、これを来年着るかどうかというのをですね、1点ずつもう1回確認をしていくんですね。そうするとほとんどの服がですね、見た瞬間にあまりテンションが上がらないし、来年着るようなイメージが湧かないんですね。
そういう服に関してはまとめて大きめの紙袋でもいいので、その中に畳んでしまっておくようにしています。僕はその袋のことをですね、断捨離袋と呼んでるんですが、そこに服がいっぱいになったら近くのリサイクルショップに持って行って、それをですね売却するようにしてるんですね。特に年末年始こそこういった断捨離はしやすいかなと思うので、1年間の服を振り返りながら、ぜひですね手持ちの服を減らすということ、これは年末までに行っておいた方がいいかなと思っています。新年を迎える時にはクローゼットの中にちゃんとゆとりがあって、そして新しい服を入れていく、このスペースを設けておくことが結構大事なので、ぜひ年末にはですね皆さん断捨離をしてスッキリとした状態で年始を迎えていただければなと思っています。続いて3点目に行っていただきたいのは、1年間で買った服の振り返りと来年買う服のリストアップというものになります。これもですね僕自身毎年やってるんですね。僕の場合、服を買ったらですね必ずスマホのメモ帳にですね買った服と値段をですね書き込むようにしてるんですね。そして年末にはですね買った服を見渡しながら、これはよく着たなとか、これは全然着なかったなという形で振り返るようにしてるんですね。買ったものに対してちゃんとフィードバックをすることで、来年以降の買い物にちゃんと生かすことが大事だなというふうに思っています。まあ、僕はですねこの動画の中でも今年買った中でのベストバイみたいなものをまとめていますが、そういったものもですね皆さんにぜひ行っていただきたいんですね。今年買ったものの中で特に気に入っているものをベスト3まで選んでみる、これをやってみると結構楽しいですし、あ、こういった服が自分にとっては価値観を変えてくれたんだなというのが客観的に見ることができるので、ぜひ皆さんこれやってみると面白いかなと思っています。それと同時にワーストバイもやっていただきたいんですね。これは買ったけど使わなかったなっていうお洋服も必ずあると思うんですよね。僕の中でも結構そういうものはたくさんありまして、買ったはいいけど一度も使ってないもの結構あったりします。そういったものを見返しながら、何が良くなかったのかというのを改めて考えてみるといいかなと思っています。例えばなんですけども、これはですね今年僕が買ったものの中ではちょっとですね活かせなくてもったいなかったなと思った小型の財布になるんですね。これに関してはまだ一度も使ってないんですね。何が失敗したのかというと、これはですね通販で購入をしたんですね。その際にちょっとですね焦っていたのか、僕はですねサイズ感というところを細かく計測しないで買ってしまったんですね。ですので届いた時に僕が思っていたサイズよりもだいぶ大きかったなという印象があったんですね。まあ、特にですねこういった薄型の財布に関してはポケットの中に入れることが多いので、僕のイメージではだいたいこれぐらいの大きさのイメージだったんですね。それだったら気軽に使いやすいんですが、意外と横幅が大きくてこれは使わなかったなというところで、一つ反省の深い商品かなというふうに思っています。なぜ自分が買ったのに使わなかったのか、どういった反省点があるのかというところをしっかりと検討すると、次の買い物につながりやすいかなというふうに思っています。そしてそれと同時にですね、来年どんな買い物をしようかというところもちゃんとリストアップしておくとすごくスムーズかなというふうに思っています。例えば去年の僕であれば、ダウンは持ってるんだけども、ダウンよりもちょっとですね気軽に消えるようなアウターが少ないなというふうに思っていたんですね。ですので去年の年末に2020年に買うものリストみたいなものを作って、その中にあったのがアークテリクスのアトムARフーディーというアイテムなんですが、そういったものを年初に計画しておくと結構ですねスムーズに買い物がしやすかったんですね。実際僕はこのアークテリクスのアウターを今年買ったんですが、ある程度計画をして予算を立てておくと買い物もしやすいんですよね。ですので年末こそ来年に買うものの計画を立てて、どういったバランスでお金を使っていくのかというのをあらかじめ考えておくと、結構ですね来年以降の買い物がスムーズになるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねお試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では年末にできる3つのおしゃれテクニックというテーマでお話をさせていただきました。どれもですねちょっとした時間があれば簡単にできることなので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思うんですね。これをやるかどうかで来年のお買い物の精度が全然変わってくるかなというふうに思っています。特にですね2つ目と3つ目は大切で、まずはクローゼットの中を整理をして、今自分がどんなものを持っているのかを明確に把握することが大事で、そしてそこさえしっかりと押さえておけば来年に買うべきものというのが明確になってくるので、かなりですね来年の買い物に活かしやすいかなというふうに思っています。僕自身もあと数日経つと年末年始のお休みに入るので、
早速ですね、今回お伝えした3つの項目を自分自身でも試してみたいなというふうに思っています。来年もですね、僕自身様々なものを買いながら皆さんにですね、有益な情報を届けていきたいなと思いますので、こちらの YouTube チャンネルですとか、あとはもうちょっと中級者的なアイテムですとかコーディネートをお伝えしている YouTube のメンバーシップの方、ぜひ来年もですね、皆さんお楽しみいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの OM 旬でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。